ほうきです。今回は私がずっとやりたかった推しキャラ文房具を作っていきたいと思います。もちろん推しキャラはシナモン。紹介をしてほしいという声があったのでやっていきたいと思います。買ったお店はサンキューマート雑貨屋さんとサンリオショップです。筆箱はじゃん、はい、もう可愛いシナモンの筆箱です。クリアなんで中身が見えておしゃれです。タグも可愛いよね。見えるかな。可愛すぎ。これは最近発売されたものです。他にもいろんなキャラがあったよ。じゃん、シナモンロールとマイメロディーのボールペンです。そしてこれですね、2本で390円、お得です。2点で390円だから、まあ、一番大好きなシナモンと2番目に好きなマイメロディーを買ったよ。もう一つペンを買ったんだけど、じゃーん、サンリオショップで買いました。単色ボールペンです。赤と黒と青、癖になる滑らかな書き味。やばい、360度シナモンしかいない、天国や。あ、ここもちゃんと挟めるようになってて便利ね。じゃん、雑貨屋さんで買いました。ここのシナモンがすごい可愛いんだけど、ここめっちゃブルブルする。可愛くない？これ授業中やりたいけど絶対怒られるよね。そしてこのシナモンの絵が可愛すぎるの。寝てる、可愛すぎ。やっぱシナモンって最強だ。じゃん、マイルドライナー、みんなが愛用してるはず。シナモン以外にもいろんなキャラが乗ってて、かわいいが渋滞。水色はノーマルタイプの絵柄を持ってます。でオレンジは初めて買いました。あ、結構蛍光系のオレンジですね。でこっちは普通というか馴染みのある水色。学校でも使ってる人めっちゃ多いです。消しゴムは2つ買ったんですよ。わけはもう可愛すぎて選べなかったです。じゃーん、こっちがネットで買いました。こっちがキャンパスです。この先、ここの部分とここの部分にシナモンがいるのがめっちゃ可愛いなって思って。でもう一個の方はドーナツ、リアルドーナツみたいな、美味しそう。香り付きレトルト消しゴム。あ、何が出るかわからない。でも私お昼ドーナツ食べてきたんですよ。豆腐ドーナツ自分で作りました。おお、すごい、なんか思ったのと違った。なんかこのドーナツがポンって出てくると思ったけど、普通にドーナツミックスって書いてあった。なんかめっちゃいい香りする。甘いバニラみたいな、この香り好き。じゃーん、またシナモンがポンと乗っかってます。15センチ定規でもシナモンがいるから17センチはあるかな。まあしっかりと筆箱とサイズを合わせながら選んでください。やばい、かわいい。夢かわみたいな、お空にいる気分。
シナモンがいるのがめっちゃ可愛い。はい、最後はあると便利なメモ帳です。じゃじゃじゃーん、シナモン両方可愛くない？選びきれない。こっちはキャンパスさん、こっちがサンリオショップで買いました。やばい。こっちと横と縦かな。私は縦派かな。かわいい、形がもうかわいい。え、待って、これ3種類あるよ。まず1個はこの水色シナモンで、2個目がピンクシナモン、かわいい。え、ピンクとシナモンって意外と合うね。で3つ目、めっちゃかわいいんだけど、寝てる紫やん。私断然これが一番好きです。かわいすぎ、幸せ。最強におしゃかわな筆箱になると思う、間違いない。完成しました。これさ、入れてる時に気づいたんだけど、マチが結構広いから全部入った。すごい優秀、サンキューマート。やばい、かわいすぎる。これ絶対筆箱忘れない。クリアだから中身が全部見えるからいいよね。はい、ということでおしキャラ文房具、おしキャラ筆箱を作っていきました。みんなも自分のおしキャラでおしキャラ筆箱を作ってみてね。みんなのおしキャラをよかったらインスタで教えてね。もしこの動画がよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。Thank you.